私の名前は根本俊吾です。1986年茨城県常陸太田市で生まれました。幼少の頃から父が陶芸を生業にしていたので、常に陶芸は身近にありました。2005年より本格的に陶芸を始め、2018年に茨城県笠間市に移住し、現在に至ります。私の作品は笠間の土を使い、分厚く成形したものを削り出して形を作ります。構想を思わせる質感の釉薬は10年以上の試行錯誤の上完成させました。霜が鱗状についているように見えるので、私は双輪と呼んでいます。日本伝統の技術を継承しつつ、革新的な作品を作れるよう日々精進しています。皆様に私の作品で楽しんでいただければと思っています。